うわ、でかっ。平米数はおよそ平米ですね。このまま日本にいてはいけないんじゃないか。うわ、すごい普通の家にこれはないですよね。日本人にとっては十分衝撃的な話なんですけど留学生とさ、どんなあの遊びとかする？うーん、ほとんどゲームです。皆さんこんにちは、ムーチョです、今日もやってまいりました、ユウは何しにマレーシアへ。今日はですね、僕の友達でもありますあのデイジーさんという方のお家に来ております。ではあの早速行ってみたいと思います。すごい閑静な住宅街なんですよね。この地域はですね、サイバージャヤって呼ばれる場所にありまして、であのケール中心地からはちょっと離れた場所なんですが、まあ、あの位置的にはですね、空港とケール中心地のちょうど真ん中ぐらい、ここはですね、新開発エリアでして、建物とかが計画的に作られているような場所なんですよ。日本で例えるなら千葉の幕張。今ですね、あの家に入る前にですね、ちょっとこういう確認作業が必要なので、マレーシアは結構普通こういう家の中に入るときっていうのはもう入り口にほとんどの場合セキュリティがいるんですね。でもここで確認しないと、あ、OK! OK! Thank you! いや、それにしてもいい場所だな、ここ。すごい気持ちいいなぁ。あ、ここだ、ここだ。ここの家だ。うわ、でかっ。ピンポンは？あ、ピンポンここだ。ここだ。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お、あとワンちゃんもいる。今日はですね、ユーは何しにマレーシアでということで、デイジーさんご一家っていうご紹介でいいんですかね。はい、あのなんかデイジーさんっていうところでフィーチャーされてますけど、一番初めにね、知ったのは、やっぱりそのブログなんですよね。僕がマレーシアに移住しようと思ったのが2年前ぐらいで、その時にいろいろウェブの情報を集めてた時に、デイジーさんのブログが結構いろいろ情報量が多くて、で、その後にテレビ取材があったんですよね。日本のテレビ局が、マレーシアに来てマレーシアのことを取材するっていう時に、たまたまその時にデイジーさんとお会いしたっていう、まあ、改めてお聞きしたいんですけども、はい、ユーは何しにマレーシアへ。もう8年目なので。もう8年になるんですか。はい、きっかけはあの東日本大震災で、私は結構2つ衝撃的なことがやっぱりあって、で、一つはまあ皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱりこう津波とかあの原発事故とかで日常ってこんなに簡単に崩れちゃうんだっていうのにもすごいやっぱ衝撃だったんですね。二つ目はあの当時その時に、まあ、長男が2歳だったりとか、まあ、私自身も妊娠してたので、あのちょっとじゃあ一旦収まるまで避難しておこうっていうんで、まあ、私の祖父母の家の徳島にまあ移ったんですよね。で、そこで見た現実っていうのはもう人口減少、なんか聞いてたけど人が減るってこんなにすごいことなんだっていうのがもう2つ目のインパクトだったっていう。子供の時にこうおじいちゃんにあの阿波踊り連れてってもらって、その時にこうキラキラのアーケードでなんか洋服買ってもらったりバッグ買ってもらったりお寿司食べたりとかしてた場所がもう全部シャッター街になってて人が全然歩いてないみたいな。こう試しに求人とかも新聞とかチェックするんですけど、もう医療と介護しかないんですよ。あ、出てる職種が。職もないわけですね。そう、今このまだ徳島っていうなんかもう過疎が始まってる場所はここ、ここ、とか、まあ、あと地方にしかないかもしれないけど、これはもう日本全体を覆い尽くす日が来るんだっていうのにすごい衝撃で、うちのこの2歳と今お腹にいるチビが生きていく世の中っていうのはそういうところなんだっていうのが東京出て初めて気がついて、このまま日本にいてはいけないんじゃないか、もし自分たちが外に出てなんか生活していくことができるんだったら子供たちにもどこでもやっていけるよってことを見せられるんじゃないかっていうことで、あの出ました。ここで出ましたって出ましたってなかなか出ましたって言って出れない。でも若い時になんかこう40歳になったらあのハワイに移住したいってずっとなんかこう夢を持ってたんですよ。ああ、なんかでも似合いそう。そう。で、気がつけばもうその年になってるし、あれなんかやるなら今じゃんみたいなっていう、はいはい、あの時思ってたのを実現するのは今かもっていうのに急に思って、でまあなんかハワイじゃなくてマレーシアになっちゃったんですけど。まあでも似た内容というかね。ごま太郎さんはあの
やっぱり同じような感じを受けたんですか、そういう。そうですね、日本での、まあ、やはりその震災があって、うん、なんかまあ日本がこうね、こういう状況で子どもの将来とかを考えたときに、まあ、ずっとここに留まるべきかどうかっていうのは思いましたけれども、まあ、その僕はこう積極的に海外というわけではなかったんですけれども、うん、まあでもいろいろとまあ総合して考えると、まあ、とてもいい選択肢なのかなと思って。じゃあこの海外に出ようっていうアイデア自体は、まあ、ベイジーさんのアイディア、もうデイジーさんメインでこの話がガーッと進んでいったっていう。最初に言った時は、はっ？って言って声が裏返ってました。今ってあのお仕事としてやってることの一つに、うんうん、あの日本からの留学生受け入れっていうのがあるじゃないですか。はいうんはい、あれについてちょっとその簡単にあのご説明していただけますか。はい、まあ、今留学エージェント業って言って、まあ、日本から留学したいっていう方に、まあ、学校を紹介したりとか、まあ、あの実際に見せたりとか、あの手続きをお手伝いしたりとかっていう業務もしてるんですけど、その後、うちはまあただ学校を紹介するだけじゃなくて、来た人たちをと一緒につながっていきながら、まあ、あの留学うまくいくように、その子せっかく来てもらってるので、その子たちの留学があのいいものになるようにっていうところのサポートに力を結構入れていて、まあ、そのうちの一つとして単身留学生たちをのガーディアンとして、ガーディアンっていうのがですね、どの学校も必要なんですよ。単身留学生を、現地に住んでいる誰かこうあの保護者代わりの人がいて、その人がまあ何かあった時にケアをするっていうことを必ず学校が求めてくるので、そのガーディアンを始めて、で今何年目 ?4 年目うん、4年目です、はい、ガーディアンって何かあった時の保証人になるよっていうことが基本的な立場なんですか。うんうん、そうですね、一番大きなのは、そう、はい、緊急連絡先みたいな感じですね、うん、お父さんお母さんは基本的に日本にいらっしゃる方が多いので、はい、トラブル対応だったりとか、あとは、インフルエンザとか、まあ、要はこう伝染病にかかっちゃった子たちを、まあ、一時的に受け入れたりとか、そういうこともやってます。こっちが、まあ、ダイニング、広いですね。そうですね、もうゆったりとした作り。この換気扇ってちゃんとつながってるんですか、外に。あ、これついてるんですね。ここに。ああ、これは。これはちゃんと抜けます。これちゃんと抜けて、あの家の中にこもってないので、はい、ちゃんとどっかに行く。あ、これはいい、これは。いや、まあ本来こうあるべきなんですよ、本当に。低いんで、やりづらいっていう。確かに低いですよね、これ。そっか。めっちゃ低いんで。日本でこんな低い換気扇ってなかなかないですよね。もっと上についててくれないとやりづらいっていう。リビングもすごいですね。ホワイトボードがあるんですね。そうですね、ホワイトボードで、これはなんかあの留学生たちが来た時に、うんうんうん、あの犬係、ご飯係、まあ、他のお手伝いをしてその曜日を振り分けて、そのこの子たちがやるっていう。おお、なんかちょっと学校みたいですね。そうですね。は、1つ目のゲストルームですね。ゲストルーム広、はい、ここは何人で寝れるんですか。これね、最大ここに今ちょっとベッドパッド外しちゃってますけど、はい、最大3、これを引き出すと3人寝れるようになってて、でバスルームがあると。あ、ここ階段上がったらいきなりこういうちょっと広々した、はいはい、としたエリアになるんですね。そこが留学生、本当にドミトリーみたいなんですけど、留学生の。うわ、すごい。普通の家にこれはないですよね。はあ、すごいな、ドミトリー、はい、寮ですねこれ。何人ぐらいまで泊まれるんですか。最大9人。9人、はい、男子9人だとうちの子合わせると11人なんですよね。だってご自分のお子さんもいるわけで、それ以外に9人泊まれるってことですよね、はいはいはい。まあ、ここはうちの子たちの部屋なんですけど、男子の部屋って感じ。コロコロね。ここが吹き抜けになってるんですね、はい、ここ。そうなんです、だから。わあ、すごい開放的ですね。書斎がこういうスペースが、2人の書斎ですね、はい、そうだね、あの机が2つありますもんね、はい、これ、あれ夫婦で向かい合って仕事をするみたいな。そうですね、今、はい、ちょっと今本当は配置変えたいなみたいな。
この配置すごいな。これうちの妻多分嫌がるな。すごい、仲いいんですね。あれちなみにあの平米数とか家賃とかって聞いてもいいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？平米数は、およそ400平米ですね。400平米。はい。平米ですよね。平米。あ、ちなみにお家賃は？家賃は6500リーミントです。もともとハワイに行きたいみたいな希望もありながら、うんうん、そのマレーシアを選んだ理由っていうのはどういうことなんですか？あ、もうね、完全消去法ですね。一つはやっぱりあの治安が悪くないとか、あと、まあ、英語が通じるとか、まあ、子供の教育の選択肢のチョイスがあるとか、日本と時差がない。決定的だったのが、当時に、光ファイバーが通ってるのがマレーシアだったんですよね。あ、うん、ネット環境です。そう、ネット環境が良かった。で、ちょっとオーストラリアはなんかいろんなこうコストの面でちょっと合わないなっていうのがあったので、まあ、除外してて、でカナダは寒くても無理みたいな。なかなか多くの人ってその海外移住しようと思っても、うんうん、なかなかそう踏み切れないというか、うんうん、日本で何らか その仕事があるとすると、うん、それを全部やめてまで海外移住をするっていうのは結構大きな決断だと思うんですが、うんうん、はい、その仕事面っていうのはどうだったんでしょう？いろいろちょっとやっているので説明しづらいんですけど、もともとは私は編集者で、まあ、彼はデザイナー、グラフィックデザイナーっていう職業で、まあ、こう制作物を作るっていうのが仕事だったんですね。すごく私たち幸運だったのは、クライアントも私たちもお互いに距離があっても大丈夫っていう。今だとね、すごくリモートワークってやりやすくなったんですけど、当時全然まだそういうのがあんまりなくて、ノマドっていう言葉がやっと出てきてみたいな時代だったので、はいはい、私たちがマレーシアに行くっていうのであっても、まあ、クライアントさんも、まあ、じゃ あのそちらでやってくださいみたいな感じ。お、はい、そういうごま太郎さん あのクライアントさんもそういう感じだったんですか？そうですね、あの基本的には、まあ、一緒のクライアントが。あ、そういうことだったんですね、うん。今ですね、あのデイジーさんご夫婦からの提案で、あの近所のモールに来ておりまして、でここでお昼食べないかということで、このモールの名前なんでしたっけ？これね、タマリンドスクエア。ここがね、24時間オープンの本屋さんらしいですね。うわ、広いですね。めちゃめちゃ楽しい。これはブレイズドビーフヌードル。水餃子。お、水餃子、美味しそう。いただきます。あ、いいですね。さっぱりしてて。さっぱり、そう、意外とさっぱりしてて、うん。お肉はなんかしっかり。今日別に食レポしに来たわけじゃないんで。この車のこのペンキが上から垂れてきたですね。あの屋根のへりからポタポタ多分ペンキが垂れて、上に多分ひびが入って、そこにこう雨水が入って、そのままコンクリートとかこういうペンキの成分をそのまんまこう垂らした。ペンキのつららみたいな。ペンキつららになるんですね。つらら状になった。あのここにびっしりついてて、これは落ちないんですかね？いや、多分ね、落ちると思いますよ、うん。でもオーナーさんも、あ、そうそう、垂れちゃうんだよね、だから僕らも斜めに車止めてたんだって言われて、あ、まあそんなもんか。そういう対応。そんな感じなんですよ。多分ね、直してもまたしばらくしたら、多分ひびは入るんでしょうね。多分なるほど、まあ。だから付き合っていくしかないですね。一番初めに住んだ場所って、うん、あれでしたか、コンドでした。いや、一軒家戸建てです、戸建て、うん、最初にやっぱ面食らったのが、まあ、チャイニーズがいっぱいいるじゃないですか。で、戸建てなんで、まあ、隣のお家とかも割と近くて、挨拶すると、もう顔見た瞬間にお宅家賃いくらって聞かれる。その衝撃が、最初私たちなんか海外で暮らしたこともなかったので、うんうん、いきなり初めましての次がなんか家賃がいくらっていうのがすごいもう衝撃でしたね。そう、これはマレーシアではよくある会話なんですよね。
そうだ、僕さっきちょっと聞いたじゃないですか。そうだから、デッチさんだったら多分大丈夫だな、大丈夫だなっていうか、ね、まだこう来て浅い日本人だとちょっと失礼に、ね、受け取られちゃうと困るかなっていう、もうなんかね、その失礼ももう忘れかけてるかなんか特にこれはマレーシア来て印象的だったなっていう、あのちょっとある、決定のことで驚かない、うん、そうさっきのね、あのペンキの話とかもあれ日本人にとっては十分衝撃的な話なんですけど , 笑ってるんですけどそうそう、絶対あれここだったらキーってなって車の弁償だとかなんとかなるけど、うん、なんか落ちんじゃないとか言って、慣れるまでにどのぐらいかかりました？やっぱ3年ぐらいはかかりました。3年かかったよ。3年てか3年かかったらもう全く腹が立たない。あそれまでやっぱ腹は立つよ。そうもう僕まだ1年も経ってないんですよ、マレーシア住んで。正直腹立ってます。ああ、ね、僕まだその家の世話って言ってるんですけど、うん、その多分家の世話って言っても皆さんピンとこないと思うんですけど、家の世話っていうジャンルがちゃんとあって、それには時間がかかる、うんね、日本だとそれってあくまでも追加っていうか、普段生活していたら余計なことですよ。日常的に発生するっていう前提の仕事なんですよね。あるんだという心構えさえできれば、うん、あそうだよね、これはあって、しかも時間がかかるんだ。気質みたいなのはあると思います。なんかこれが大丈夫にできるかどうかみたいな、多分長くいてもずっと文句言ってる人もいると思うんですよ。もともとズボラの人はすごいいい国だと今お二人お子さんいらっしゃいます。男の子ですよね。はい、男の子ですね。4歳1歳で当時4歳1歳でマレーシアに来た、はい、大変だったんじゃないですか。もうね、記憶がないちょっとお子さん2人にもお話聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっとお名前と年齢聞かせてもらってもいいですか。古川海です。11歳です。古川太です。8歳です。ここに来たのってさ、カイ君4歳の時だったよね、うん、で多分その時からもう住んでるから、多分気づいたらもうマレーシアいるみたいな状況だと思うんだけど、どう、マレーシア好き？もう好きですね。友達とどんなこと話したとか覚えてる？みんなでくだらない話とかしてます。今さ どんなのが流行ってる？デバイス特技が流行ってます。デバイスっていう、iPad とかデバイス使ってやるんですけど、うん、あ、学校の iPad と個人 iPad が別にあるんですか？学校はなんか教科書持ってかないで iPad ですね、うん、それでもあの親が買うんですよね。もちろんです。タオ君はさ、今日どんな勉強した？今日何の授業あった？音楽とか今日は勉強します。あ、音楽？音楽ってさ、どんなことやるの？今日はなんか歌ったり、歌の練習とかをしました。うん、お母さんが今やってることとして、その留学生のガーディアンをやってるじゃん。留学生とさ、どんなあの遊びとかする？ほとんどゲームです。外で鬼ごっことか。あ、いいね、いいね。どんな遊び好き、留学生？大学の教室でやるゲームとか。